はい、アキラ K です。今日はカメラの話をしていきます。親父のたわごとです。雑談です。特に内容はないかもしれません。GH6 というカメラを予約したというそういう話です。なんでね、語ろうかと思ったらかというとですね、そういうことを語ってる動画がね、 YouTube にいっぱい上がってまして、その見ててね、まあ割と楽しいんだよね。でも今コロナでさ、そのカメラ趣味、写真趣味の人たちで集まってなんだかんだうだうだね、例えば一緒に展示会行くとか、そういうことができないわけですよ。我々年食ってますからね、コロナにかかるとやばいと。まあ、若い人よりも高齢者の方が重症化しやすいというのと、基礎疾患を持ってると重症化しやすいというのがあって、まあ、高齢者ってね、基礎疾患持ち多いですからね、まあ、用心に越したことはないということで語っていくわけですけど、で、科目的なんですけど、まあ、私ね、写真何を撮ってるかっていうと、夏は虫で、それ以外の時期は鳥です。それ以外の時期っていうか冬ですね、まあ、冬は鳥とかね、飛行機を撮ってます。まあ、夏も飛行機撮りますけどね。で、飛行機を撮るには望遠レンズと連写の効くカメラで、虫を撮るには、まあ、マクロレンズをつけて、あとはかがんで撮りやすいカメラ、つまりチリト液晶のカメラ。だから最初ね、 GX7 で、虫の写真を撮ってってましたね。虫ってちっちゃい虫です。ハムシ、テントウムシよりもちっちゃい虫をメインに狙ってます。もちろんテントウムシじゃねえや、むしろ蝶なんかもね、イリア取るんですけどね、カマキリとかね、メインは甲虫を取っております。で、まあ、GX7M3 で、この頃ちょっと動画も撮ってみたくなったんだよね。写真だけじゃなくて動画をどうしようかなと思って、どんなカメラがいいかなとか、まあ、GX7M3 でもいいかなと思ってたんだけど、音が入らないのよね。GX7M3 って、外部マイク端子がないから、音がね、内蔵マイクで撮るしかない。で、もしくは、別体のレコーダーで別に音を録音して、後で音を合わせるっていう方もあるんだけど、虫ってね、出してる音そのものがちっちゃいから、後で合わすときにどこだかわからねえっていうね。で、編集ソフトで自動的に音を合わせてる機能もあるんだけど、なかなかね、うまくいかないんで、諦めまして。で、音も一緒に撮れるカメラが何がいいかなって思った時に、ちょうどね、ブラックマジックポケットシネマ 6K プロ っていうのが発表になったんですよ。飛びつきまして、このクソバカ高いカメラ、あれね、チルト液晶をチルトファインダーだった。まあ、ファインダーについては別売りだったんですけど、まあまあ両方買いまして使い始めたんですけど、まあ手に負えなくてね、素晴らしい絵は出してくるわけですよ。ブラックマジックローというね、フォーマットで素晴らしいデータは出してくるんですけど、とにかくそのシャッタースピードと絞りと感度を調整しながらね、どうしても撮るわけですよ。その虫って明るいところにいたり暗いところにいたりね、いろいろですから、まあ、それが困難で、もう私には手に負えないと。で、売却をしまして、じゃあどうするかっていうことで S5 を買いました。なんで S5 を買ったかというと、ブラックマジックローっていうフォーマットに惚れまして、これはいいぞってね、かなりね、露出失敗してでも救えるぞっていうんで、あと暗いところと明るいところとね、ダイナミックレンジが取れるっていうんで、もう惚れまして、じゃあそれがね、 S5 の HDMI 出力をブラックマジックビデオアシストっていう、外部レコーダー、モニターついた外部レコーダーで記録すると 5.7K でブラックマジックローが取れるぞっていうんで、そのセットをやってみたんですけど、まあ重すぎた。これをね、もう分かりきってたことなんですよ、重いぞっていう。で、どうしたものかなって、まあそれでも来シーズンっていうか今シーズンね、まあ3月シーズンインしますけど、行くかって思ってたところに来たのが GH6 だったわけですよ。で、最初ね、 GH6 もね、発表のスペック見たら重いんだよね。結構な重さで、いやこれ重いとね一緒じゃん、その時はスルーしたんですよ。まあでもその日のうちにね、なんかね、また動画見てたら、あれ？と思って、チルトすんのっていう、こう、パナソニックもさ、こうチルトするっていうのをもっと宣伝した方がいいよ。なんか写真が一枚なんかで載ってるんだけど、すごい分かりにくいじゃん、ウェブサイトのさ。で、チルトって言っても、例えばこう GX7M3 は下向きに、ここまでチルトします。で、上は、ほぼ90度。まあ、90度までいかないんですけど、80度ぐらいなのかな。チルトします。ただ、GH6 は、まあ、せいぜいね、このぐらいです。ちょっとだけしかチルトしませんが、このぐらいだと思います。はい、チルト角がね。それでもね、チルトするんだよ。まあ、ファインダーもチルトしろよと思うんだよ。だからさ、
EVF なんだからさ、チルトしろよと思うよ、ほんと。本当に。愚痴は置いといて。で、その、そこでもうね、見方がガラリと変わりますし、もうだからチルトするんだったら、少々重くてもいいじゃんって。っていうのもね、GH5 でね、虫を取ってみようかなということを考えたこともあったんです。GH5 で今、飛行機と鳥はこれで撮ってます。GH5 に100、400のズームを組み合わせて撮ってます。で、これに、この HDMI、このね、GH5 の HDMI 出力をこうスマホにね、出力して、こう、これ別体でこうくっつければ、スマホ。そうすれば、まあ、チリと液晶みたいな感じに、こう、ローアングルで上から覗いて撮れるみたいなのを考えたんで、まあ、こういう、それをやると、まあ、その分重くなるわけですよ。で、チリと液晶のカメラが若干重い。GH6 は GH5 より重くなったとはいえ、まあ、そんな状態ですから、いいんじゃねえのって。あと、それからあと、オプション品がね、これ、まあ、音がね、なんとか、なるといいなということで GX7 Mark III から移ってきたわけですけど、音に関してもこれ、XLR1 というね、あのマイクロフォンのアダプターなんですけど、これ GH5 用なんですよ。で GH5 用なんだけど S5 でもこれ共通で使えた。でしかもこれが GH6 でも使えるということは、追加で買わなくてもこれこのまま使えると。でしかも 24bit の音に収録に対応するということが謳われております。だからマイクもね、今使っているというか使っていたというか、このオーディオテクニカの AT875R というこのガンマイクが使えるなというね、まあ意外と追加投資がないというのと、それからダイナミックレンジブーストという機能に注目しております。でなんで、ブラックマジックローが良かったかっていうと、まあダイナミックレンジなんですよ。でまあ、ただね、そのブラックマジックローの出してくる映像が綺麗すぎてちょっと舞い上がったところがあったんでしょうね。今改めて私が過去に YouTube に上げた動画を見返してみると、彩度を上げすぎてて、なんだろうね、彩度を上げた映像ってさ、なんかスマホで撮った画像に近づくというか、スマホっぽいよね。まあ、今後はちょっと GH6 を買って、またね、虫シーズンが始まったらちょっとやりすぎには注意しつつ撮りますけど、虫の場合はね、感度上げて撮るんです。まあなんていうか、こう昨今動画、このね、動画ミラーレスカメラで動画を撮るブームというのは、絞りをとにかく開けようぜみたいなね、背景ぼかそうぜみたいなのあるんですけど、虫やってる我々にとっては、我々言うなってか、虫やってる私にとっては全然関係なくて、絞りたい。とにかく絞りたい。で絞りたいからこそというか、その被写界深度を稼ぎたいからこそのマイクロフォーサーズなんですよ。フルサイズじゃない。だから S5 に行った時にすごい悩んだのは、フルサイズになるとどうしても被写界深度が浅くなって、ちょっと虫つらいんじゃないかっていうのがあったわけですよ。まあだから、まあマイクロフォーサーズに戻ってきたんですけど、だからまあダイナミックレンジブーストの話に戻りますけど、 ISO2000 から12800で使うんですね。だからまあ、ISO2000 から使える、まあ、2000をもう常用にしようとか思ってますけどね。でまあ8ぐらいまで絞って、でシャッタースピードはね、そんなに速くしたくないだけど、遅すぎると解像感が失われて、 4K、 まあおそらく今回というか GH6 ではシネマ 4K という、ね、4096×2160 というモードの 24P で撮ると思います。 422.2bit オールイントラっていうね、モードで多分撮るんじゃないかと思います。まあもしかしたらね、 5.7K で撮って 4K にトリミングというのもあるかもしれないですけど、まあ多分、まあ、23P かなとね。で、まあ、4K でもね、420の 10bit の、ね、ロング GOP で撮れば120フレーム、 120p で撮れるんで、そうすると5倍スローが取れるんで、まあ、それなんかも5倍スローぐらいだとハムシにはあまり効かないかもしれないです、うん、蝶々なんかね、取るのにいいかもしれないですね。スローでパタパタしてるのもね、なかなか可愛い絵が取れるんじゃないかと期待はしております。はい、まあフル HD までね、落とせば 300fps も取れるんで、まあ、場合によってはそれで、虫の羽ばたきなんかもいいんじゃないかと
期待をしております。まあそんなとこですかね、買う理由というのは。まあ一番の理由はやっぱり、チリと液晶と。もっと宣伝しろと。で、レンズについてちょっと言わせてもらっていいですか、パナソニックさん。こんなところで言ったってどうしようもないかもしれないけど。パナソニックってね、45mm と 30mm の2つしか、2本しかマクロレンズ出しておりません。で、45mm の方はデュアル IS。で、30mm の方はデュアル IS2 に対応しております。まあ、つまり、手ブレ補正が強力に効くというレンズになっております。で、オリンパスの方はね、60マクロというのも出しておりますが、私はオリンパスのカメラは二度と買うもんかと誓いを立てたことがあるんで買いませんけど、もっとね長いマクロを出してほしいのよ。で今んとこね、私が使ってるマクロレンズっていうのはラオアの100マクロでございます。これはマニュアルフォーカスですし、マニュフォーカスリングが重くてねちょっと使いにくいんですけど、まあないんでね、これを使っておりますが、100マクロ出してくれないかな。100じゃなくてもいいよ、80マクロでもいいし85マクロでもいいんだけど、せっかくのね、やっぱりさっきも言いましたけど被写界深度が深いんですよ。だから虫とかちっちゃいものに向いてるんですよ。だから、有名な昆虫写真家でね、オリンパスを使ってる方がいらっしゃいますけど、まあ差もありなんというかね、しかもオリンパスの深度合成なんかをねじゃんじゃん使って虫の作品を発表しておりますけど、ああいうことじゃないかなと思いますよ。で、目的です。まあ、カメラ買うときにね、カメラから入ってしまうと、ちょっと何に使っていいんだろうって、後でもね、見失ったりしますけど、これを撮るんだっていうところから、虫だとかね、あと、人だとか、飛行機だっていう目的がはっきりしてると、カメラというのは買うの失敗しないんじゃないかなと思います。で、まあ、GH6 を買うんで、まあ、GH5、まあ、つい先日買ったばかりですけどね、まあ数ヶ月前に買ったばかりなんで、去年の秋買ったばかりですけど、まあそれもちょっと処分して、GH6 と、それから GX7 マーク3というね、2大体制で鳥と虫飛行機なんかを狙っていこうかなと思っております。まだ GH6 が届いたら、どういうふうにリグを組んでいくか。まあ、ケージもね、注文したんで、いうね、リグについても、リポートしたいと思います。以上、アキラ K が GH6 を予約したぞと、なんでかっていうのをリポートしてみました。